さあ攻守方向を変わりまして、これより最終クォーター第4クォーターに入ります。攻撃権は関西学院、ボールオンは相手陣13ヤードから関西学院ファーストダウン10。ここでランプレーを選択。そしてランニングバック32番この期待に応えて中央一気に独走、一気にエンドゾーンを書き込んでタッチャー。関西学院6点獲得。見事タッチダウンダウン決めましたのは関西学院の32番、素晴らしいランプレーでした。そしてキック決めまして1点追加、関西学院高等部27点、六甲学院0点。関西学院がさらにタッチダウンでそのリードを広げました。このまま試合を消してしまうでしょうか関西学院。六甲学院はこの状況にくさびを打つことができるでしょうか。関西学院のキックオフで試合再開となります。リターンに入った。リーオープン突破を図りましたが、自陣25ヤード付近からの攻撃と変わります。六甲学院自陣25ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック41番左に流れましたが、あわや QB サックを浴びるという状況に聞き、なんとかパスを投げ捨てでパス成功としました。関西学院ディフェンスエンジンがここへ来てエンジンさらにかかっております。苦しい状況ですが、しかし六甲学院41番の岩田、この状況に屈さず見事な戦いぶりを見せています。さあオフェンスラインジも奮闘を期待したい。関西六甲学院セカンドダウン10、ボールオン自陣25ヤード。さあ今度はオプションプレー。クォーターバック24番に変わっております。オプションプレーにより右オープン突破を図りましたが、ゲインは約3ヤードとなっています。六甲学院クォーターバック24番は西。六甲学院サーダウン7、ボールオンは自陣28ヤード。QB サーク。ここでパスを投じようとしました六甲学院。しかしそれを関西学院29番がブリッジしまして QB サーク。ロスを奪いました。約4ヤードのロスです。 QB サック決めましたのは関西学院の29番の竹本、チームキャプテンです。
六甲学院フォースダウン11パントフォーメーションを選択します。さあリターンに入っていく、かわした、前が空いている、抜けるのか、羽が来た、そのまま行っている、タッチダウン、六甲学院素晴らしいパントを蹴りましたが、これをオーバーしているところ、リターナー17番そのまま一気に左オープンへリターン完投、相手ディフェンスのタックルを振り向き、そのまま一気にエンドゾーンを落としていまして、ハンドリターンタッチダウンで関西学院6点獲得です。素晴らしいパントリターンタッチダウンを決めましたのは関西学院の17番の柏、そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キック成功、1点追加、関西学院高等部ファイターズ34点、六甲学院ボブテイルズ0点。これにより得点差が開きましたことにより、兵庫県大会規定によりまして試合時間がクォーター残り2分ずつ減算となります。従いまして今残り時間7分43秒となっておりましたので、残り時間5分43秒に訂正と、変わります。なおこの得点差が35点以上になりますと、そこでコールド成立となります。関西学院キックオフ、さあ六甲リターンに入った、しかし関西学院カバーがいい、六甲学院陣35ヤード付近でボールで整いました。失礼しました、六甲学、関西学院の立ち名をかけありました32番ですが、残念ながらメンバー表の方にその名前が載っておりません。申し訳ございませんが、こちらの方は確認が取れませんでしたので、ナンバーのみで指定させていただきたいと思います。さあプレッシャーありましたが、パスは通しています。関西学院ディフェンスライン陣殺到する中、クォーターバックパスを23番に通しまして2ヤードゲインとしています。かなり厳しい中、しかしプレーを継続している六甲学院、素晴らしいプレーです。取りましたワイドレシーバー23番は大原、ここでウォーターブレイクが入ります。現在得点差34点という状況にありまして、この準決勝白熱しておりますが、しかしその得点差は広がる状況になっております。大会規定によりまして35点以上の差が開きますと、ここでコールド成立となりますが、しかし現在六甲学院の攻撃となっています。さあこの攻撃を六甲生かすことができるでしょうか。この水入りとなりますタイムアウト、ウォーターブレイク生かす形になんとかしていただきたいと思っています。
しかし個人的には六甲学院の奮闘が目立つというふうに私自身は思っております。試合再開となります。六甲学院自陣36ヤードからセカンダン8。さあ奥行った、パス成功、パス不成功です。パス不成功。ここで一気にロングパスを敢行しました。そしてワイドレシーバー9番キャッチしたかに見えましたが、取った段階で外へ出ておりました。従いましてパス不成功の判定となっています。惜しいプレーでしたがサードダウンと変わります。六甲学院相手陣失礼自陣36ヤードからサードダウン8。レシーバーパス、ターゲット8番なだれ込みながらこれをキャッチしまして前進しています。しかしフォースダウンに変わっています。ここでホイッスル、チームタイムアウト、ここで六甲学院が後半1回目のタイムアウトを取りました。非常に白熱した攻防がしかしまだ続いております。六甲まだ試合を諦めておりません。フォースダウン残り2ヤードの状況に持ち込んで、さあここで後半1回目のタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトでどのような作戦を手に入れることができたでしょうか。六甲学院フォースダウン残り2ヤードの状況に挑みます。ボールオンは自陣42ヤード。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、左で選手を固めたアンバランス、しかしこのパス不成功。ここで固めたレシーバー側にパスを通し、そこからキャッチアンダーランをするという選択をしました。しかしこれは関西学院対応しました。パス不成功に終わらせ4回目の攻撃失敗となり攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりまして関西学院となります。ボールオンは相手陣42ヤードと変わりまして、関西学院ファーストアウンテここでホイッスオフェンスチームの反則です。フォルススタート、揃ってスタートしておりませんでした。5ヤード抜体となります。このまま試合を決算と思ったか流行る気持ちが反則となりました。関西学院ファーストダウン15、ボールオンは相手陣47ヤード。クォーターバックキープに入りました。クォーターバック3番ハンドオフオプションから自らキープ、約3ヤードの原因としています。しかし六甲学院も諦めていません。このプレーを3ヤードで止めました。六甲学院、失礼しました、関西学院相手陣44ヤードから セカンドダウン12。
ビーキング様ありがとうございました。32番の選手は前選手ですね。ありがとうございます。さあここでトラブルが発生しているリバース気味のハンドオフをしようとした際にボールのファンブルがありました。幸いクォーターバック自ら抑えていますが5ヤードほどバッタイという形になっています。失礼しました、5ヤードほどロスという形になっています。関西学院相手陣49ヤードからサードダウン16。パス不成功。クォーターバック3番右に流れながらワイドレシーバー10番にパスを投じましたが10番カバーされておりパス不成功となりました。フォースダウンに変わります。関西学院フォースダウン16でパントフォーメーションを選択します。このパントコントロールよく六甲学院陣5ヤード付近でボールデッド。この1試合のコース交代となります。関西学院キッカーパンターである6番の中試合の要所で素晴らしいキックを見せ試合を優位にコントロールしています。さあ六甲学院は自陣7ヤードの位置になりました。ここからの反撃に入ります。六甲学院ファーストダウン10。さあこのパスどうなったか。パスは不成功です。プレッシャーある中クォーターバック右に流れてパスを投じました。しかしこのパスやはりコントロール乱れるかパス不成功となっています。六甲学院セカンドダウン10ボールオン自陣7ヤード。パス不成功。しかしイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。前パスが浮いている間に相手選手に接触して妨害をしました。この反則はディフェンスオフェンスともにありますが今回はディフェンス側の反則です。反則発生地点まで前進した格好で攻撃権がファーストダウンとなります。従いまして結果的には六甲学院前進してファーストダウンです。六甲学院自陣12ヤードからファーストダウン10。さあここでリバースプレーを展開します。反対側に振りましてなんとかオープンレーンを作ろうとしまして13番に託しましたがゲインは1ヤードにとどまっております。キャ
ャリア13番は井上、チームのバイスキャプテンです。徳光学院セカンダン、セカンダンナイン、ボールオンは自陣13ヤード。パス不成功、ここで一気にロングパスを投じました。ターゲット8番のその補給能力にかけましたが、しかし関西学院もこれをきっちりカバーしており、パス不成功となっています。ダウン一つ失って六甲学院サードに変わります。試合時間は残り1分38秒となっています。六甲学院サードナイン、パス成功。プレッシャーある中、六甲学院パスを投じましたが、しかしパス精度定まらず、パス不成功となっています。六甲学院フォースダウンとなりました。六甲学院フォースダウン9、パンプフォーメーションを選択します。関西学院リターンに入った、しかしこれは六甲カバー。六甲学院陣37ヤードでボールデッドとなりまして、攻守交代となります。加瀬学院相手陣37ヤードからファーストダウンテン。パス不成功、クォーターバック3番、ここでパスプレーに出ましたが、レシーバーこれをキャッチできず、パス不成功となっています。加瀬学院セカンドダウンテン、ボールオン相手陣37ヤード。試合時間残り1分16秒。クォーターバック3番、プレッシャーを浴びてクォーター QB スクランブル、緊急発進のランプレーで約9ヤードのゲインを果たしています。ここでホイッスル、ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。先ほど QB スクランブルを決めましたクォーターバック3番は片坂井。
さあ試合再開となります。関西学院サーダンのクリーチャール突破しているタッチャー。この1ヤード関西学院はランニングバックのプレーで突破。49番そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチャー。これにより6点獲得となりまして関西学院40点となりました。ここで得点差35点以上になりましたのでここで試合終了となります。試合終了となりまして関西学院高等部ファイターズ40点、六甲学院高等学校ボブテイルズ0点となりまして関西学院の勝利。関西学院本大会本戦出場決定となりました。両チーム素晴らしい戦いでした。準決勝にふさわしい熱戦でした。ナイスゲームでした。ありがとうございました。六甲学院さまざまな策を講じこの一戦にかける思いが非常に伝わる一戦でした。ナイスファイトでした。少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンダが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という先輩でした。この先輩たちを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちを奮闘ぶりに勝ちたいじめ者たちが彼らの陰に入って助けとなり影のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる巨豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれより劇的に世界が動き変わります。それは幼少期に名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその勢いを世に飛ばんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑むことができなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
そしてこの戦いがどのような光景を次に生んでいくのかを楽しみとしつつこの配信は終わらせていただきます。続きまして行われますもう一つの準決勝の試合も続けて配信させていただきます。本日の配信は私のまな弟子である月曜からアメフトバーニーの依頼によりまして東高アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋理者でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。体重がなくて弱い